この電車は総武線快速千葉行きです。錦糸町、新小岩、市川、船橋、津田沼、稲毛、終点千葉の順に停車します。はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は総武快速横須賀線東京駅総武地下ホームに来ております。 E235 系の1000番台の横須賀総武快速線の車両が今停車をしておりますね。で、初のコンセントついたグリーン車とかもありますよね。今回はこの須賀線のグリーン車についてちょっと取り上げていきたいと思います。最新の編成と、少し前の E235 系で車内が実はコストカットされている部分があります。普通車はもちろん前に紹介したんですけど、グリーン車もコストカットがされちゃっております。一体何が変わっているのでしょうか。ぜひ最後までご覧ください。では本日もよろしくお願いします。はい、じゃあまずこちらですね。平屋のグリーン車にやってきました。液晶画面がしっかりとついています。ただいま東京駅で、すごいですね、グリーン車で液晶ついてるのってこの車両が初めてなんですよね。なんだかんだ初めてになります。この E235 系が営業運転開始した時に自分はグリーン車に乗車をしました。で、急停車するときはそこに急停車します、ご注意くださいというのは、普通車と同じような感じで表示がされます。で、液晶がついていて、これは多分防犯カメラだと思いますね。防犯カメラもしっかりついておりまして、黒が貴重でかなり高級感がある作りになっております。で、床にはこんな感じで絨毯が敷かれておりますね。やっぱなんか特別感がありますよね。で、座席は割とふかふかで、色のデザインとかは常磐線とかとだいぶ変わっております。帽子掛けがあったり、テーブルがあったりします。テーブルのところにはドリンク置けるようになってたりしますし、あとはここもそうですね、ここも一緒ですね。ペットボトル置いたり、と雑誌入れたりっていうのができるようになっております。そして取っ手の部分にはこんな感じでちゃんとコンセントがついてたりしますよね。で、先頭の部分にはこういう感じで、まあ、テーブルが壁にくっついております。先頭の座席だけ少し変わっております。車内はこういう感じです。扉も黒基調でかなり綺麗になっております。これは平屋グリーン車ですね。では1階席に行ってみたいと思います。1階席はですね、まあ平屋グリーン車と一緒なんですけど、まあこんな感じでしっかり赤というかオレンジの絨毯が敷いてありますね。高級感が漂っております。で、座席も基本的に平屋グリーン車と同じ配色になっております。もちろんコンセントもこの部分ちゃんとね、各座席についております。いやー、いいですよね。総武快速横須賀線は特急電車でいうと成田エクスプレスぐらいしかないので、まあ、房総方面行く特急は京葉線経由ですので、まあちょっとね、バッテリーがやばいなーっていう時にはグリーン車に乗車するのも方法の一つかなという感じがします。さあ、では2階に行きたいと思います。Thank you.
らはこれは銀色ですね。塗装されてないですね。多分この辺は一緒だと思います。非常ドアコック厚みがないタイプになってますね。1008このランプって何でしたっけね。まあいいか。2階席横須賀線じゃないな、宇都宮高崎線とか常磐線だと2階席と1階席座席の色が違うんですけど、この車両は2階も1階も赤基調でっていう感じになっておりますね。この辺は一緒ですね。階段の部分は、まあ、黄色い手すりが目立つように周りの配色は黒になっています。来ましたよ。すごいですね。まだ製造されたばっかりなんでピッカピカですよね。このグリーン車も少しコストカットがされてるそうです。さあ一体何が変わったんでしょうか。見ていきたいと思います。まず平屋から、あ、これもう一瞬で分かったんじゃないですか。これ、え、嘘、ここなくしたの、ここ、これ、オレンジのシートない、これシートないですよ。ここ高級感漂ってたのに。いやマジっすか、びっくりですね。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。 This is a Yokosuka line train for Zushi. Green cars are car number 4 and number 5. A green car ticket is required in the green car. ならここだけだったら敷き忘れたって可能性もありますよね。下の階に行きましょうか。いやーマジっすか、やばい、ここないっすよ。シートなくしちゃったのか、すごいな。さすがに壁の塗装とか一緒ですけどね、すごいな。これも一緒ですよね。あ、2階はあるんですか。へえ、なんだこれ、2階はあるんだ。え、そうなの。2階席はちゃんとシートあるんですね。へえ、1階と平屋は省略したけど2階席はちゃんとシートがある。なんとも言えないですけど、やっぱりないですね、平屋と。
1階にもないですねっていう感じでちょっとびっくりでした、横須賀総武快速線 E235 系1000番台の一番新しい F26 編成ですね。所属区の表示は省略されましたっていうのを前に動画でお伝えしたんですけど、まさかの、グリーン車までコストカットがされておりましたという動画でした。今後 E235 系1000万台どんだけコストカットしていくのでしょうか、まあ、ある意味楽しみというか悲しいというかねっていう感じでした。では発車も見守ってこの動画は終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。駆け込み乗車はおやめください。